なんとまた風呂さん来てくれましたよ。おはようございます。忙しいの。いやもう大好きな番組なんで。バズフィードジャパン元編集長の古田さんです、はい。はい。ありがとうございます。何の話しますかね。何の話しますかね。僕ね、ちょっと一個気になったのが、はい、古田さん最近めちゃめちゃ選挙の記事書いてるじゃないですか。おお、はい。選挙前だし、うん。選挙について聞きたいなと思ったんですよね。お。へえ。うん。今って選挙なんですか。うん。来週ある。へえ。かなぐらいの感じなんですよ、僕は。うん。そうなんですか、うん、なるほど。僕は選挙についてあの全く詳しくなくて、うん、投票行ったことないんですよ。えー、そうなの。そうですよ。1回もないの。ないです。へえ。俺は半分ぐらい行ってるよっていう、本当にもう選挙情弱なので、うん、ちょっとぜひいろいろ聞いてみたいかもしれないです、うん、そうですね。で、選挙の記事今でも書いてるんですか。僕あのバズフィード退社してるんですけど、あの相談役みたいなポジションについてて、フェローみたいな感じですかね。シニアフェローっていう、はいはい、あの役についていて、うん、でバズフィードにもまだ書いてるんですよね、うん、でそれで今やっぱ選挙の期間は選挙のこと書きたいので書いてますね、うん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 、あの最近書いたのはね、誰に投票するか迷う人のための選挙リンク集とその使い方解説ってのがあって、うん、か意外とね、選挙にするとき誰にいるか迷うじゃないですか、うん、そのね、選び方っていうサイトがあるよっていうのをね、うんうん、紹介する記事書いてくれてるんですよね。まあ、選び方というか、まあ、みんな本当迷うじゃないですか。で、うんうん、選挙区そもそも誰いたっけみたいな人も結構多いでしょ、うん、だからそれ簡単に、実はここいくつかあのサイトがあって、あの検索であの選挙区の候補者も出てくるし、その人がどんな考えかとかどんな経歴かとかも出てくるんですよね。で、そういうすごい使いやすいサイトいっぱいあるから、それを紹介してるっていう、うんうん、もうこれだけ見とけば、うん、とりあえず分かるとっていうやつを。なるほど、親切。そう、うんうん、え、なんでそんなに選挙、結構前から興味あったんですか。なんかなんだろう、大学の時から政治経済学部、政治学科だったみたいな。まあ、政治経済学部、政治学科ですけど。あ、本当にそうなんだ。そりゃ、それは興味あるか。うん、まあ、僕、まあ、みんな投票行けばいいのになって思うんですよね、うん、まあ、それにはいろんな理由があるんですけど、あの、まあ、例えばですね、うん、今投票率って何パーセントぐらいか知ってます？え、いや、50ぐらいですか。そうそう、だいたい50ぐらい、50% ぐらい。じゃあ自民党って今ここら最近の選挙で全部勝ってるじゃないですか、うんうん、全体の日本の有権者って1億人いるんですけど、1億人のうち何パーセントのぐらいの人が自民党に投票してるかってご存知ですか。なんか結構、うん、おじいちゃんおばあちゃんは自民党好きかなって気がするんですよね、うん、巨人ファン多いみたいな感じで。ああ、なるほど、うん、なのでまあやっぱ6割ぐらいですか。実は4人に1人ぐらいなんですよ、うん、自民党。あ、そんなもんなんですか。でもさっき言ったように、うん、投票率って 50% じゃないですか、うんうん、っていうことは4分の1で、つまり投票する人の半分ぐらいなんですよね、うんうんうん、でそしたら議席数は圧倒的に自民党になっちゃうんですよね、うんうん、今の日本の選挙制度だと、うん、でもよく考えたら4人に1人しか投票してない党が大勝ちして、なんかそれから4年間とか、まあ、参院選だったら6年間の日本の方向性決めるって、うん、なんか寂しくないですか、うん、なんかほら参加感がない。例えば学級委員長を決める選、うん、なんかね、クラスで選ぶ投票みたいなね。そうそう、だから40人のクラスで10人しか投票してないやつが学級委員長になったら、なんかそいつ求心力ないじゃないですか、まあ、ちょっといびつな感じですね。でしょ、うん、なんかだからやっぱみんなが参加した方が僕本当いいと思うんですよね、うんうん、で今若い人ってそれこそ投票率が 30% とかなんですよ、うん、でそうするとその若い人とかが全然認めてない人がリーダーになっちゃう、うんうん、なんかそれってこういびつだなと思うから参加してほしいと思うんですよね。であと僕がやっぱそういう考えを持つようになった一番強いきっかけっていうのは、うん、僕その朝日新聞記者やってた時に海外特派員 で、はい、で東南アジアにいたんですよ。で東南アジアってあの自由に選挙ができなかった国っていっぱいあるんですよね。例えばミャンマーとかもそうだし、うん、はい、それでミャンマーでその選挙をしようっていうふうに呼びかけて牢屋に入れられたあの
人たちの取材を僕やってたんですよね、うん、だからその人たちはそのみんなが選挙をする権利を勝ち取るために戦って牢屋に入れられて20年とか、うん、でそういう人たちを直接知ってるのでなんか選挙権があるのに行かないってなんかその人たちにも申し訳ないなと思って、うん、だから僕は行くしなんか多くの人に行ってほしいなってもしその有権者1億人が全員投票に行ったら、うんどんな結果になるんですかね。どうですかね。全然わかんないです。でもう読めないんですか。わかんないし、あと僕あの投票率が上がったら世の中が良くなるとは思わないんですよ。世の中が良くなるか悪くなるかとかわかんない。良くなって悪くなっても参加するのが大事とかですね。うん、いやなんていうかね。ただ結果的に最終的にはその。投票率が低い方がどんどん参加感がなくなって、でそのなんか。政府が自分たちから遠い存在になって、うんうん、でなんか関心がなくなってでみんな関心をなくすとあの政府の人たちはじゃあ俺たち勝手にするよっていうふうなことになっちゃうだろうから、うんうん、最終的にはやっぱり投票率がどんどん低くなっていくとその社会って悪くなっちゃうと思うんですよね、うん、であの急に投票率が上がったから急に世の中が良くなることはないけど、うん、世の中が悪くならないためにはやっぱり投票に行った方が良くねって僕は思いますね悪くない超真面目な話ですけど大丈夫ですか悪さの質が違うんですかねああ、そうそんな感じだと思う、うん、なんかいやこれもなんかあのクラスの例えであれだけど、うん、クラスにしろ部活にしろ会社にしろ、うん、そこのメンバーがなんかまあどうでもいいけどねっていうメンバーが増えていった組織って弱くなるでしょ、うんまあ、そうだと思うんですよねなるほど、うん、当事者意識を持ちましょうとかですかねそう、うん、特になんかあのある程度年齢いっちゃうとやっぱあのこう責任があると思うんですよ僕今41歳ですけど、うん、もう有権者21年やってるわけじゃないですか、うん、ただなんか日本が向かってる方向の何分の1かはまあ実際はあの1億分の1なんだけど、うん、はやっぱ自分の責任だと思うんですよ、ねうんうんあのうん、僕の同年代の知人のねあの、うん、クイシンさんという方からお便りが来てまして、はい、あのツイートをしてるんですよちょっと読み上げていいですか、はいあの大人なのに我ながらやばいと思うんですが選挙に行かなくてはいけない理由がいまいち腑に落ちないと、うん、有名なミュージシャンや周りの友人が言ってることも本質的にはわからない、うん、いやいろいろ聞くんですけど多分ツイートだと伝わないのでこの記事読めよみたいなのあったら教えてくれませんかねっていうふうにツイートしててめっちゃいいめっちゃいい質問僕これめっちゃいい質問行かなきゃいけない理由って ないのかなと思って、うん、行くも行かないも自分選択じゃないですかみたいな返したんですけど、うん、古田さんはどう思います。今日もランチをしながらとある人とその話を してたんですよね、うん、で彼が言ってたのは一票で何かが変わるみたいなことって嘘じゃんと端的にっていうふうに言っていて、うん、いや本当はそれは一票が積み上げられて、うん、最終的に何千万票になるからゼロではないけど、俺の一票でっていうような、うん、あのので実感持つのって難しくない、うんうん、ってそれは本当その通りなんですよね、うん、なので僕その一票で世界が変わるっていう言い方とかだと、うん、なかなかそのいやなんで投票しないといけないのかわからないっていう人を説得するので難しいと思う、うんうん、まあ元々説得って難しいですけどね、はい、けどなんか僕が思うのは本当になんかあの自分が所属してる組織に対するその帰属意識とか責任とか、うん、であの意外と社会ってそういうもので回ってるじゃないですか、うん、会社とかも、うん、あのその別にそれは自分の仕事の役職には書いてないけどゴミ箱を整理する人がいるからゴミ箱周りが綺麗とか、はいはい、あの僕飲み差しを置く人があの苦手あのなるみさんっていう会社に伊藤大地さんいますからねとかですね、うん、こう飲み差しを置いてくるあれですよねペットボトルの2割ぐらい残ってるのが 5本ぐらいあるみたいなね、はい、あの僕らの飲み差しを会議室置いてるってそう、はい、古田さん回収して回ってるっていう、ね、で僕はそれを水を捨てて、はいはい、捨ててるっていう、はいはい、でもそういうのってなんかあのちょっとしたなんていうか善意とかちょっとした、うん、あのじゃあ俺がやらないとこの組織のこういうところにゴミが溜まってしまうみたいな、うん、なんかそういうので僕社会が回ってると思うので、はい、なんか投票もなんかその感覚なんですよね、うんうん、一票で変わるかどうかじゃなくて、うん、なんかちょっと参加してる感じっていうのが
うん、大事なんですね。で、なんか、ね、で、これはでも冗談ではなく、うん、みんなが税金を払ってるから、うん、その税金でいろんなものができて、例えば病気になった時に保険があって、うん、あの医療費を安く済ますことができるとか、うん、その道路があるとか、うん、全部そういうのって税金で賄われてるわけですよね。あの警察官が犯罪を取り締まってくれるとか、ね、うん、火事になったら消防が来てくれるとか、そういうのって、まあ、生かされてるわけですよね。だからその感謝の気持ちがあるとやっぱ投票行かないとなって思います。ですよ。ですかね、うん。僕もそれが言いたかったんですよ。ああ、そうなんですね。これを聞いてる人はみんな行くんじゃないですか。ですかね。うん。そうか。どんぐりリスナーみんな投票行くんじゃないですかね。そうなのか。うん。なるほど。行ったことないや。行き方もわかんない。夏目さんのところには来てるんですか、その投票のハガキってのは。わかんないです。いや、来てんのか。ちょっと前までは、うん、住所不定だった、不定というか、どこに、僕の郵便物が行ってるのが分からなかったので、うん、あの本籍というか住民票がどこにあるかもよく分かってなかったんで、うん、消えてたんですよ、それは。最近ちゃんと都内に移したので。ああ、じゃあ来ますよ。そうですよね。てか来てます。もうとっくに来てるはずなんですよね。確か多分来てんのかな。うん、ね、いつでも行けんすよ今。期日前投票つって。そうなんですね、うん、ちなみに僕2011年か2年ぐらいに、うん、ネット選挙、うんうんうん、選挙活動を、あの、なんかやってましたよね。そうそう、選挙活動を、うん、あのネットで通じてできないのって、その当時なんか日本ぐらいじゃねみたいなのがあって、うんうん、友達と一緒にそれ解禁しようの運動やって解禁できたんですよ、うんうんうん、で安倍首相からあの、うん、団体名で、うん、あの、ありがとうっていうメッセージももらって、うん、あのあの、ね、でも投票してないんです。まずしろよっていう思うんだけど、安倍首相に表彰される前に。そっか。そうそう、すごいよね、うん、投票せずに投票システムを批判するっていうのは。そうですよね、そこがすごいよな、うんうん、そっか。いやでもこれはね、僕クイジンさんに結構かなり近くて、うん、多分ね、当事者意識がないんですよね。ヤフーもね、リクルートも圧倒的な当事者意識っていうのがバリューにあるんですけど、その辺、うん、ね、なんか。リクルートにいたのにね。そうそう。うん、なんだろうな、なんでいい。まあでも自分が一票入れるけど、当選者ってものすごい膨大な数の票を集めて当選してるから、うん、果てしねえなっていうね。5票ぐらいで投票者、当選者決まったらね、おっしゃみたいな感じなのかもしれない。なんでなんだろうな、これ僕結構そういうのに当事者意識持つの得意なタイプだとは思ってるんですけど、うん、なんでここまでないんだろうな、全然わかんないですけど。なんでなんだろうな。まあ、一つよく言われるのが、その、本当にその、自分の一票で、その自分が支持するこの人が、この世の中を変えてくれるとか、世の中をいい方向に向かしてくれるみたいな、そういう期待感、とかがあると、でそれに自分がその役に立ってる感があるとそのいいけど、やっぱそれが少ないっていうのはあると思うんですよね。で、あと日本の選挙って本当難しいから大変だなって思うんですよ。アメリカだったらその、まあ、大きい党はまあ民主か共和が2つに1つで、で2つもうクリアに違うから、あの全然言ってることもやってることも違うから、もうどっちが自分に性が似合うっていうので選べるじゃないですか。でも日本って党の数は多いは増えてきましたよね。そうそう、で、うん、その党の中にもいろんなこと言ってる人いるから、うん、あのこの党の中にいるこの人とこの人言ってること違くねみたいなのもあるし、こんだけ分かりづらいと一体どうしたらいいんだろうって思うって当然だと思うんですよ。僕も毎回投票するときすごい悩むんですよ、うん、僕支持政党って基本的にないので、うん、その個々の政策で見るんですけど、でもその例えば、消費税に関する政策ではこの党のこの人が好き、うんうんうん、でもあの、安全保障とか外交に関してはこの人が言ってることは嫌いとかやっていくと、うんうんうん、まあ、全部満点がつく人が誰もいないから、その中でこう消去法でまず消していって、で生き残った方でどっちにしようかなみたいなので、毎回すげえ悩む。なんか過去に投票したやつだと、例えば小泉さんの郵政民営化とか、うんうんうん、自民党復興活動とか、うん、あとその後か前か民主党が勝ち活動みたいな、うん、勝ちそうな時あって、うん、その時すごい楽しそうだみたいな覚えがあるんですけど、うん、今回何が面白いのかとかあります？面白い、まあ、争点というか、争点ってまあいっぱいあるんですよね、うん、まあ
例えば、上がってるのが消費税の話であるとか憲法であるとか、うん、あと僕がすごいこだわりたい注目してるのはその選択的夫婦別姓とか、うん、同性の結婚とか、うん、僕両方ともそのね別姓か同性か夫婦選べるようにしたらいいじゃんとか、絶対それでいいですよね。絶対それでいいでしょ。本当そう思いますね。ね、うん、あとその同性の結婚も、愛し合ってるなら結婚。それ誰がそれ迷惑するのって話ですよね。誰も迷惑しないでしょ。うん、だから、うん、それがその法律が通ったら、うん、ハッピーになる人はいても、損する人はいない。そうそう、ゼロ人なわけですよ。はいはい、なんで認めないのっていう話だと思うんですよね。だからそことかは僕はこだわって。それいいですよね、うん。普通に人が幸せになる。のをね、うん、やろうとしてる人を選ぶっていうのは一つの、そうそう、で結構だから消費税とかの問題になると本当難しいんですよね、うん、その消費増税をしてその政府の財源が安定しないと日本破産しちゃうよ、だから消費増税しようねっていうのはそれはそれで一つ論理として正しいけど、うんうん、消費増税して 8% が 10% になったらまず一つ目はみんな買い物控えて不景気になっちゃわないっていうのが一つ、うん、でもう一つは消費税ってその給料が高い人も低い人もみんな等しくかけられるから、うん、それ給料が低い人の方が不利じゃねっていう、うん、でって考えたらやっぱ消費増税ダメじゃないとかいうのってすっげえ難しいでしょ、うん、でも本当どっちみたいな感じになっちゃうけど、だから僕はそこだけじゃなくて結構そういうふうに自分のこだわりのある争点で、うん、じゃあこれに関してやっぱりそのイエスって言ってる人じゃないと入れないとかそういうふうな感じで決めますね。ああ、なるほどね、面白い、うん、だって人幸せにしたいじゃないですか。で、ね、で同性の結婚が法制化されたり選択的夫婦別姓が通ったら喜ぶ人めっちゃいるから、うん、本当単純に友達喜ぶなと思うから、そう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 なってほしいなと思いますね、そうするとなんか選びやすいなって気がしますね、うん、投票行こうと思うでしょ、うん、へえ。ちょっと面白いなって思います、うん、やったまあ夏目さんちに投票のあれが届いてるかっていうのは分かんないですけど、なんだろうな、多分その投票なんで投票行かないかみたいなところの話にだと圧倒的に僕今話せて感じたのが、うん、教育というかなんか結論は教育だなと思ったんですけど、うん、知識量の差があって僕民主とか自民の意味も分かんないんですよ、そもそも全然どういう歴史でできたとかね。とかあと、うん、党のなんだろう違いとかも全然何もそもそも分かってなくて、うん、そういうところ通らずに来たのでだから完璧に無関心なんですよ、うん、でもそういうの分かりやすく説明していければ今日バズフィードに多いんですよ。おお、うん、そうなんですね、うん、今すげえ出てるんで、うん、そうそう、で自分の周りでも結構僕と近しい、比較的ちゃんと学歴があってちゃんと勉強してきた人たちでもなんか同じようなこと言ってる人たちは多くて、なんでそうなっちゃったんだろうって言うとやっぱその教育の部分に紐づくのかなとも思ったりしました、今の話を聞いて。だって全然わかんないですもん、うん、それよりも僕昔クリエイティブディレクターの柳井道彦さんがすごい面白いこと言ってて、うん、僕好きなんですけど、投票用紙が人数分ないんですって、有権者分1億枚ないってことないんですよ。へすごいね。だから、うん、ちなみにその紙はユポっていう紙でできてて、僕は紙とかデザイン好きなんで、うん、自動で開くようになってるすごい高級な紙なんですけど、ないんですよ、有権者分、だから、どうせ来ないからっつって、そう、へそこ削減されてるんですよ。へ面白いね。面白い。大学生がみんな授業に来たら入ってやらないみたいな感じですね。そうそうそう。そう。だから、そこが、ムカつくっていうのを柳道彦さんが言ってて。それムカつくね。僕、舐められてる感じ、ね、むしろそれ言われて、うん、そっち側で煽られたら、じゃあ行ってやろうかなっていう。そうね。いや、わかる、それわかる、うん。そう。ちょっと、もう、おい、髪短絡してやるよってあるよね。そう、うん、やろうと言わしてやろうと。今も足りない、今も何だろう、必要枚数、有権者分はないらしいですよ。うん、面白いね、うん。本当は紙があったとしても、はい、紙ないらしいぜってデマ流すと、投票行くわ、これ。ね、なんかそういうのだと行くかなと思います。全然違う軸です。もうみんなで競争して、どの投票所が先になくなるかね。それ面白いですね。それもいいよね。キングコングの西野さんとかが、明日掃除だってやる前に、俺たちで掃除しといてやろうって言って、アレン
に近いですね。面白いな、その柳井さんの話、ね。なんかそれですごいね、なんか大金持ちの人が、その日本で最初に投票用紙をなくした証拠写真撮った人に100万円とかで。天才。切り板とかでね。天才。そうそう、うん、あれ天才。もう、ね、いけるんじゃないか。で、1番だけだとそれで終わっちゃうから、その1番と100番とか200番とか切り板の人たちに、ね、これ丸沢さんがわかりますよ。丸沢さんがね。で、丸沢さん、ちょっとどうですか、うん、聞いてるんですよ、丸沢さん聞いてるんで。うん、へぇー、面白い。うん、そうなんです、ね、そういう、なんか変なハックいいね。うん。うん、そういうのやってほしいね、うんうん。え、投票した人に、なんだろう、行ったらお金渡しますとかはダメなんですか？それは。それはダメなんじゃないかな。うん、でもよくありますよね。選挙割ってのあるよね。そうですよね。選挙割はあるけど、うん、現金取っ払いって聞いたことがないですね。じゃあ、あれですね。あの、選挙行った人にGパン一つあげますみたいなね。物だったらいいのかな。そうそう、スーツあげますみたいな、全員。確かにね。うん。でも。もう前澤さん。ただ、そういう、なんだろうな、ちょっと本質的ではないですけどね、それで行くっていうのは。でも一回僕みたいな本当に何も興味ない人に持ってもらう取っかかりとしてはいいかもしれないですけど、うん、多分だ、ね、そう、うん、本質的にはあのちゃんとあのさっきね古田さんがおっしゃったこっちの政党が、ね、うん、僕の海外の知り合い、あのアメリカにいる人たちも、うん、アフリカとかもそうなんですけど、みんなめちゃくちゃ詳しいんですよ、うん、政治について、うん、でどこに入れるとか、あの大統領はダメだとかすごい言うんですけど、うんうん、なんかそういう議論を結構大学生の人たちがしてたりするんですけど、うん、あんまり日本人はしてないなーっていうイメージはありますか？うん、それは本当にやっぱ教育の影響って大きいと思うんですよね。まずその高校生になるまでなら小中高の間で何らかそういう教育しておいた方がいいし、で、ね、そうするとそれでこう議論をするとかあのいうカルチャーが生まれると思うので、でそういうのってなんか別に政治に限らず、なんかあのこう身の回りのことをちゃんと議論するとかってやった方がいいじゃないですか、うん、だからなんかそういうのってね、あの子供の頃からの教育とか家庭での教育でできたらいいなと思いますよ、うん、家の中でも、もう選挙で決めるべきですよね、いろいろね、うん、お父さん選挙で決めますって、ね、僕は立候補するあ、いいですね、確かに確かに、家族でね、うん、じゃ あの一番票が高かった人がお父さんの、そうそうそう、自由を得られる、そう得られるっていうお父さんが自由って感じ。お父さんきついからな。きついからな。でね、それぞれのね、みんなのあのメリット、デメリットをね、並べて、ね。末っ子になりたいの俺はね。末っ子いいな、みたいな。末っ子でしょ、断然。あの、僕昔ミクシーで、はい、あの、なんだっけ、末っ子コミュニティ、はい、はいはい、ありますね。はい。で、そこで、あの、末っ子が長男を産んだっていう記事を書いてバズらせた、うん、ミクシー内でね、ミクシー内で、ミクシー内でバズるんだ、はい、いや僕末っ子なんですけど、はい、その子供が長男が生まれた時に、うん、やべえ、ちょっと末っ子が長男を産んじゃったって思って怖くないですか？それ面白いですね、うん、まあ、もうね、こう僕夏みかんは剥けないっていうのがやっぱ末っ子の証だと思ってたんですよ。剥いてもらうから、あんなに皮が厚いものは、はい、それはお兄ちゃんかお姉ちゃんが向いて、末っ子は中身を食べるもんだと思います。でも長男生まれた時に子供とどっちが夏みかんを向くかっていう、これすごい大きな問題だなと思って、やっぱ末っ子のプライドにかけて、向かないですね、子供の前でも夏みかんを向かない、まあ、子供に向い、長男に向いてもらうしかないですよね。長男に向いてもらう。レッドキャラなのに末っ子っていうね、確かに意外性がね、夏みかんだけはね、